どうも皆さんこんこにちは、マシです、えー、今回はですね、えー、ベリオルス、えー、セイバートゥースは一番最後の名前だった気がするから多分おそらくトゥースランスがね、えー、あると思うのでそれを作ろうかどうか、ね、いろいろ決めていきたいところではあるんですがまずは先日、えー、1個前の「モンハンナウ」の動画でまあね、ランスの、まあ、装備作って、まあ、ガード性能3でねちょっと試してみたんですけれども、まあ、そこで思った以上にランスの盾が。 いとで、えー、コメントでねちょっとありがたいことに頂い,いたんですけれどもガード性能5にしたらどうなるのかね、まあ、聞いてみたんですよリスナーさんに、ね。ガード性能5だったらさすがに、まあ、ノックバックショーでも削られないんじゃないかっていうことでどうですかっていうふうに聞いてみたんですが削られるそうです。 ま,あまずいろいろ言いたいことはあるんですけれども、ランスを知らない方、これからランスを始める方にもね知ってもらいたいのが、まあ、ランスっていうのは、ノックバックというものがあるんです。ね、ここに関しての説明がねちょっとまだできてなかったんで、まあ、軽く説明しますが、えー、ノックバックというものはランスにはね大きく3種類あります。1つ目、えー、ノックバックショーと呼ばれるもの。これに関しては、相手の攻撃をガードしたときに反動が全くない状態のことをノックバックショーと言います。 まあ、ノックバック無効と言わずに一応ノックバックショーと言われることの方が大きいです大きい多いですで次ノックバック中なんですけれどもこちらに関しては相手の攻撃を受けた時に、えー、ガード性のこっちがねあんまり足りてないと反動を受けちゃうんですよねつまりちょっとガードして勢いでちょっと後,ろに後方に下がってしまうでこの状態のことをノックバック中と呼びます すごい大きくまあモンスターから離れるわけではないので、えー、見た目的には一番ちょっと分かりづらい部分でありますねちょっと下がってるんですよ受け取る気う <laughs> って、て、えー、これをノックバック中と言ってだいたいここら辺からダメージを受け始めるのがまあ従来のモンハンでしたで3つ目最後ですね、えー、ノックバック大と呼ばれるものこれに関しては相手の攻撃を受けて大きくのけぞるだから基本的には反撃ができないような感じのことを今までノックバック大と言ってましたこう うーってすごく大きく下がってしまうんですねノックバック中よりも。で、えー、今回それに対して今までだとあんまり対抗策がなかったもうノックバック台で受けてしまったら全然相手に反撃できないよっていう感じだったんですけれども、えー、今回の「モンハンナウ」は新しく派生がね追加されていまして、えー、ノックバック台になったら大きくのけぞった瞬間に一回ねガードボタン離して画面から手を離してもう一回タップすると 飛び込みききに派生できるだから相手に距離を詰めつつ攻撃することができるよっていう攻撃手段が増えてます。えー、これはかなりね、ありがたい仕様になっていますね、かなりね。というわけで、まあ、ノックバック小、中、大ってね、3つあるっていう説明をしたんですけれども、まあ、基本的にノックバック小だと、ね、1つ目のノックバック小だと、さすがにダメージは受けたくないよっていうのが、正直な私の意見です。まあ、あのー、モーハンナウのランス自体の動き、私はかなり気に入ってます。 ね最初に言っておくと相手の攻撃をカウンターした時にカウンター好きっていうものがね出るんですけれどもこ,こ,にこちらに関しても今までのモンハンの、まあ、ランスと動きが違います今までだったらね普通に上段好きとかするでしょ中段好き最初タップしてる時に出るでしょあれが今まで出てたんですよカウンターした時にこうやってカウンターモーション入ってスッてだからそんなにね火力が高くないもう普通の月きと同じ火力でカウンターしても月きが出てた だから、まあ、一応、相手の攻撃をいなせて、次、俺の攻撃にすぐつなげられるよぐらいの感覚だったんですけれども、もハンナウのカウンターに関しては、かなり威力が高いんですね。これ、カウンター好きって呼ばれるものに派生してまして、まあ、ここもちょっとややこしいところではあるんですけれども、ランスっていうのは、カウンターをしたときに、まあ、カウンターモーションね、えしたときに、普通のキャンセル好きとカウンター好きっていう2種類があるんです。じゃあ、何なのか カウンンター好好ききとキャンセル好き特にキャンセル好きに関してはカウンターモーションに入ってすぐにボタンを離すことでこれをキャンセル好きと言います。でもう一つがカウンター好き、えー、カウンター好きに関してはカウンターモーションを入った瞬間に一回画面から指を離してもう一回タップ。 っていうか長押しすするんですよねそうするとこのカウンターモーションの構えでずっと待機し続けることができると言ってもある程度1秒ぐらいしかないんですけれども、まあ、キャンセル好きに比べるとカウンターの猶予時間が長いよっていうのがねカウンター好きになるんですけれどもこれを最大まで相手の攻撃を受けずに最大まで待つとドスンと出るんですよ。 これがカウンター月と呼ばれれるものですこれをドスンに行かず、まあ、ちょっと長めに行って途中でね最大まで溜めずに話した場合はこれキャンセル好きと同じで普通の上段付きとか中段付き上のねとかねこういう月きと同じダメージになりますこのズドンではなくなるんですねというわけで、えーまあ、ちょっとここがね勘違いしやすいところなのでこれパワーガードではないんですよちょっとね、えー、ランスを え今まで触ったことがない方ねパワーガードっていう名前は聞いたことはあるけどまだねちょっとよく分かってなかったっていう方に関してはここを勘違いしてる方がねいらっしゃるんですけれども実はこれカウンター好きって呼ばれるものなんですねこれドスンっていくやつはパワーガードではないんですよ今作おそらくまあ今見てる感じだと、えー、パワーガードはないですねキャンセル好きとカウンター好きカウンターモーションに関してはっていう感じですちょっと長くなってしまったんですけれどもまあ一応これが、まあ、カウンターのえー モーションっていうか、ねまあ、いやまあ予備知識的な部分もあるんですけれどもーこれに関してはねねかなりいいですよ、ねうん、やっぱり普通にカウンターしてちゃんとダメージが出せる、ね、回避からの投げ払いの方がダメージ出てるのはちょっとびっくりでしたけれどもまあそれでもまあいろんなね、えー、立ち回る選択肢があるっていうことでどちらもね決して弱い攻撃ではないむしろ強い攻撃なのでそれは本当に嬉しかったです。カカウウンンタターーするる意味があるカウンターして、ね、ちょっと モーションもいつもよりもちょっとね、まあ、勢いがある派手さがあるかつダメージも出せこれ嬉しいですよねかなり気に入ってますで、えー、他の立ち回り的な部分も基本的には僕は気に入ってますね先ほどの大きくノックバックした時の飛び込み好きとかえー、まあそうだねまあ回避して、えー、投げ払いとか全然うん 全然、その、基本的なモンハンナムの立ち回りに関しては私は好きです。しかも火力もね、今のところですけど、あんまりすっごい強い敵と戦ってるわけではないので、まあ、どうなのかはわかりませんが、まあ、主勢2とかでも全然火力的には今のところは、まあ、別にそんな気になってないですね。火力低いなとか、火力くっそ高いなっていうふうにも思わない、まあ、 俺の中では今の現状の自分の進行度合いだと、まあちょうどいいぐらいかなっていうふうに感じてます。そこに関しては本当ね、えー、感謝しかないですね。いい感じで調整していただけたんじゃないかなと思います。火力に関しては。ね、ただ、うーん、ガード面に関して、やっぱりね、やっぱガード武器っていうことがあって、やっぱ硬い。大体、ランスをなんか使う人の一番最初の印象って、守りが硬いから始めると思うんですよ。 火力が高いから始めるっていう武器では、おそらくない。まあもしかしたらね、例外な方もいらっしゃると思いますけど、基本的には多くないと思う。やっぱりその堅実な戦い方、えー、どっしり構えて、相手の攻撃をね、受け止めてもビクともしれない。そういった姿がかっこよくて始めるっていう方もね、いると思いますし、自分もそうだったし、えー、と思うんですけども、ハンナウのランスはあまりにも盾が息をしていない。ノックバック中とかノックバック大で、えー、ね、 ダメージを受けるのはもちろんわかります。それはわかる。でもノックバックショーでもダメージを受け続けるのはどうしてっていう感じですね。個人的には。ジャストガードをしてもね、す、え、べ、ー、ての攻撃を無効にできるわけではないので、やっぱ必要最低限なガード精度は必要とされるっぽいですからね、今のところ。うーん。初心者がね、やらないと思う、正直。 ランスを今まで使ってた、ランスを愛用してる方だったら、ランス使う。だって、立ち回り火力、申し分ないもん。ただ、難しすぎる。ただでさえ、えっ、ー、と、立ち回りもね、ここカウンターした方がいい。相手の攻撃に対して、ラドバルキンとかわかりやすいけど、こうやってね、頭突きしてくると同時に、何骨飛ばしてくるでしょでも、頭突きの方でカウンターしたら、トゲ食らっちゃうの。ダメージ判定が2回あるから。1個目のものを、 カウンターしたら2個目の方の判定は残ってるわけだからでも自分はこの2個目の判定が来るね骨が飛んでくる時に自分はもうカウンター成功してるから攻撃してる もう無防備状態です言ってしまえばだから食らってしまう。っていう部分でやっぱ、えー、カウンターするところも選ばなきゃいけないカウンターここの攻撃相手のこの攻撃に関してはカウンターを選ぶのかもしくは、えー、ガードからのガードダッシュの飛び込みつきを選ぶのかもしくは回避を選ぶのかそういったところでやっぱり難しさっていうのはありますけれどもそれ以上にダメージを食らってしまう毎戦毎戦やっぱり結構上手い人とかでもおそらく、まあ、2回2戦に1回 ぐらいはどうせもやっぱ主戦をししてしまうことと絶対あると思ううんですよ難しいからもう今までの主勢の感覚でカウンターをしても発動はしないので今までだったらもう発動もう相手の攻撃もう飛んできますこれがこれが飛んできた瞬間に「カウンターモーション発動!で」でもうチャキンって「はいもう主勢発動だったけど今の、えー「モンハンナウ」の主勢のタイミングは「はいカンはい!」なんですよね。 攻撃が飛んでくる「攻撃はいっ!」じゃなくて「あ攻撃が飛んでくるな」先にカウンターのモーション入っていってもうこのランスが一番後ろに引き引き切るこのこのこのこれぐらいの間引き切るか引き切らないかのこの間ぐらいの判定の時に攻撃が来たら主勢が発動するみたいな感覚なのでかなり感覚がつかみづらい。 相手のその攻撃のタイミングを分かってる上でこれぐらい先に入力しておけばちょうど主勢が発動させられるなっていう感じなので今までの主勢の発動の仕方よりもかなり難しいですこれは。本当に難しいと。っていう部分で安定しないで主勢をね発動できればジャストガードですよ。ジャストガードと主勢はほぼ同じのタイミングなのでえでも発動させるようにも ミスっちゃったらダメージをねじりじりと受けて毎戦毎戦ダメージを受け続けてしまうあんまり気持ちが良くはないですよねけあのー、直接的に一回もダメージをね、えー、もろに食らわずに立ち振り立ち回ったとしても結果的にダメージを受けてしまううんいかがなものかなってまあ逆に言えば逆恨みを発動させやすいっていう言い方もできますけど まあ結構周回ゲーなところはあるんでねこのゲームはそういった部分でじり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 削れてって例えば HP がね30%ぐらいだった時に結局そこで <laughs> ねあの普通にジャストガード失敗してカウンターできたけどタイミングがずれてじゃあちょっとねガード性能、ね、持ってるけどダメージ食らっちゃって、ね、5とか10とか食らっちゃって、ね、体力20になって回復せざるを得ないとかねやっぱ とっつきにくいでしょどう考えても初心者の方とかランスをこれから始めようかなと思ってたけどあ守り堅いんじゃないんだみたいな守り結構もろいんだみたいな感じになっちゃったらねやっぱ相手の攻撃がねよく分かんなくて怖い時にガードでとりあえずね反撃はできないけどで死ぬことはないっていう方がやっぱ楽しいと思うんですよ。 あーそういうい攻撃ねねってて分かれて、ね、次からじゃあカウンターしてみようかなっていろいろ楽しみ方が増えると思うんですけどねえやっぱ食らっちゃってるからガードしても食らっちゃってるからまあなんかモヤモヤするじゃないですけどごめ,ごめんなさいね本当にね俺だこれ多分思ってるとど俺だけかもしれない申し訳ないただもうちょっとした愚痴みたいな感じになってしまってるかもしれないんですけれどもね、まあ、ちょっとお気持ち表明じゃないんですけどね。 いいところもあるんですけどいいところいっぱいあるんですけどそれ以上に盾のその脆さっていうのがダイレクトにランサーの心にきてるのかなーって私は思ってます。というわけでね前前置きが長くなってしまったんですけれどもじゃあ装備の方どうするかっていう話ですよ。 結局ガード性の5が重いし、さすがに5にしたら火力がやっぱ足りないんじゃないかなと思うので、やっぱ3、まあ、3でいこうかなと思ってます。で、もしくはガード性の1ぐらいにして、1となんか0はかなり差があるみたいなので、えー、まあ、1にして、なんだったら、まあ、その、カウンターが取りづらいっていう敵もいるので、まあそういった相手、 あの、カウンターが取りづらいっていうのはタイミングが取りづらいっていうよりかは、なって言ったらいいんだろうな。まあ、カウンターが取りづらいっていうよりかは、まあ、回避した方がいいんじゃないかみたいな敵もいるんで、そういった敵、まあね、回避も、やっぱ横スライドでさ、ちょっとしか移動しないから、無敵時間が、 低い、短いんだよね。この、モーハンナウのランスに関しては。他のブキッシュとかさ、ローニングとかさ、無敵時間結構長いじゃん。え回生度5っつ出んのみたいな、無敵時間の長さじゃない。でもランス、ぐらいしか進まないからさ、横にスライドしないからさ、無敵時間もね、 短いのよ。まあ、そこでハンでもらってるの、すでに。回避に関しても。だから、どうなんだろうね。回避距離アップを積めば回、無敵時間が長くなってるのかどうだかわかりませんけれども。まあ、ジャスト回避強化とか入れて、回避主体とかで戦って、まあ、攻めの姿勢も入れずえ、ガード精度も入れず、まあ、属性強化入れて、属性武器で殴るっていうのが、まあ、いいのかなとも思うんですけど、まあ、どっちも難しいですよね。うん。回避も。 えー、ジャストガードももどっちも難しいです正直回避もやっぱ、うん、タイミングがつかみづらいし修正もタイミングつかみづらいし楽しいけど、うん、慣れてくるとああ大体これぐらいの修正のタイミングだなってのはなってきますけどまあ3日ぐらい使ってきたらねただそれはまあ自分で今までずっと卵を使ってきたから。 っってていう立場ででの話であって初心者の方がいきなり使っていきなりそのタイミングすぐに掴めるかって言われたら掴めないと思うのよでこのゲームそんな武器移行できないしだったらちょっと強化してちょっと使ってみたけどまあ何かいまいちだから、まあ、このまま強化してもなってなって結局他の武器にね今まで使ってた武器とかいっちゃうでしょ。そ、まあ、そこもそうななんんだよねせめてなんか新武器が追加された時は あのー、なんか専用のアイテムで配ってなんか2個ぐらい配ってもらってそのアイテム使うとその武器をね、えー、素材をまあ武器失う代わりに素材を全部カブバックするみたいなものがあってもいいんじゃないかなって個人的には思いますせめてなんか防具まではいかないけど、えー、武器ぐらいはうん解体させてほしいかなと思いますね、まあ、ちょっと気軽に武器チェーンをさせてもらえるとまあいいのかなと思います特にこう ね、自分なんか、うん、まあ自分田舎民にあ合わせるっていう、まあ、田舎でもねやっぱスポットがあるところあるって聞くんでねそうなるとね、まあ、接着のありあり地獄とかにもねならないとは思うんですけどうんまあきついよねもう一回もう俺はあり獄まありスポットに行くのに、まあ、往復40キロぐらい車を多分走らせて。 で、やっと集めてるので、うん、かなりきついですね。他の属性ごとに武器も作らなきゃいけないってなるし汎用もさ、えー、プケプケの毒武器がなんかいいみたいな感じで聞きますけど結局接着ロアリ使うんでね、うん。ジュラトロスも接着ロアリ使ったし、うん、なんかなか難しいですよね。というわけで。 <laughs> マジで前置きが長くなってしまった。申し訳ないです、本当に。ね、楽しいんですけどね。では、あのー、ベリオロスやっていきたいと思います。<laughs> なんか、あんまりなんかな、やる感じの流れでもないような気もしますけど、でも、ベリオロスはね、自分がサードの時にね、まあ、ランスをね、サードから自分は本格的にでって、な、なにこの凛とした佇まい。すごいな。で、えー、まあ、楽しいっちゃ楽しいですね。 ベリオロスをランスでやるのはただ一つ難しいのがあってベリオロスと戦うときにそれは何かっていうとノーモーションで噛みついてくるこの攻撃がねかなりベリオロスは強いんですよそこにカウンターを合わせるのはかなりきつい何だったらそれ中性発動できるのかなまぁ、あ、ちょっと見ててくる多分使ってくるからタックルとそのノーモーション噛みつきがベリオロスの特徴アイスボンだからあれか氷ブレスからの滑空攻撃をしてきそうだな行くか おお、これ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 滑空攻撃いや、使ってくるなかっこいいなこの導入いただきますまあ、あとりあえず、頭壊して柔らかいね。あ、そうだった。あ、あ、ダウンするんだ違う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 で、こっちじゃないこっちじゃないあ、これこれこれ、ノーモーションねで、これは結構目の前まで、判定ありますんで、ちょっと待って 今のなどういう攻撃したんだろう爪、爪、さ判定あるんだけど、この、こ、こ,この爪の部分は、あのね、結構あ、結構じゃない、V 破壊の判定とはまた別だった気がするんだよね。肉質の硬いブレードのところ、ここを攻撃しなきゃいけない、がベリオロス あー、なるほどねこ。今、今当たったところが、おそらくベリオロスの、まあその爪の腕を破壊する条件となる場所なんですけど、もしここで破壊されるんだったら最高なんですけどね。今までは破壊できなかったです。ここ攻撃してても。ちゃんとここ、硬い部分狙わないと。タックルした後にカウンターでそこを合わせることはできそうだな。ほうほー。もう使っちゃうもんね。<laughs> 絶対このレアに素材足りないから。分かってる分かってる。分かってる えー、武器ですよ。ま,あ、まず、ちょっと、防具見ようかな。多分、ランス用じゃないと思ってるんで、僕、見ちゃいます。回避距離アップと、技巧って何空中攻撃で、音声に与えるダメージが10%。でも、ランス、ね、ジャンプからの、ね、突進ジャンプ、ジャンプ好きしかないんで、あんまり、別に入れなくても良さそうですね。なるほど。ああ、なるほど。 OK, 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 OK. えー、腕強いな。多分6で、あれでしょう。2でしょう。腕強いね。で、えー、胴体はあー、なるほど。ちなみに、レイキエナの方は、氷属性強化ついてんじゃないのあー、なるほどねー。なるほどねー。まあ、腕だけかなー。今のところだと。 タイ距離アップ別にあってもいいけど、まぁ、あ、ちょっと他に優先させたいものがあんまりでも多すぎる。なんか今、ククンってなったけど、まあいいか。そしたらね、念願の武器を。多分、トゥースランス、名前は。だよね、トゥースランスだよね。えーっと、まぁ、あ、とりあえず、回率がね、トゥ、まぁ、あ、トゥースランスというか、ベリオロスのランサー多いんだけど、 20しかないので、攻撃力が、えー、っと、まあ、属性合わせると、2101かな、うん、あー、なるほどねー。で、ギエナのやつは、え、ていうか、あれなんだ、星5じゃないんだ。おグレード4からなんだ、ベリオロス。結構、あんまり強い判定じゃない、主じゃないんだね。 ちょっとこっちの方がまあ元の火力は高い精霊の加護2ついてのこっちの方がありがたいっちゃありがたいなでもさこのゲーム弱点とこ5までで5までしないと50もらえないもんね50もらってやっと会心率70でしょだったらギエナでさの方が良くないギエナ使って普通にギエナ武器使って まあやっぱガード性能とか主性とか入れて気に会心気にせずに戦った方が俺はいいと思うな多分そっちの方が素材もいっぱいあると思うしまあランス遊べるしベリオはついやで3ヶ月いなくなっちゃう部分も踏まえるとまあ防具だけでいいかな 防具腕を作ろうと思うは、まあ、トゥースランス正直すげえ使いたかったけど見た目好きなんでねめった見た目かっこいいんでただこっち優先でこれグレード6にするだけでいいかもしれないそれにジンオ王がすぐ来るしジンオ王がと戦うために武器用意しなきゃいけないから氷属性のそれも考えるとレイゲーナの方で十分強いだろ うん、だってギエナ武器がやれないわけないもんグレード5だぞだってこれだってえっとなんだっけいくつだっけ2363でしょレースも多分グレード10にしたら2363だもんね一緒だもんねで精霊の加護2ついてるの偉いもんねめちゃめちゃ偉いよ多分これまあトゥースランスはね回避距離アップついてるのはまあこれはこれだ相手に詰めやすくなるからちょっと距離を離れちゃった時に詰めやすくなって立ち回しやすくなるけど 結局、回距離アップ1だもんね。精霊のカゴって割と発動するから、偉いと思うんだけど。だってレベルで40%の確率で50%軽減よ。強いだろ。あー、こっちです。俺はこっちで行きます。さすがに、バクチア行けないな。回信50%でバクチア俺ちょっと狙えない。見切りの方が強いんじゃないクルルヤックだっけえー、見切りついてんの誰だっけリオ,リオだっけ 1>, 1で10%だもんね。つ強いなぁ。え、クルリアックだっけなぁ。なんかクルリアックの頭にさ、六個もついてなかったらついてる。つえ。<laughs> これつえ。ただ、グレードオークしたからといって別に。あまあまあまあ。でもつえよ。でもつえ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 ,え。つえここ、作りたいと思います。ちょっと作るか。もうせっかくだから。どこまで行けんだろう。結構あるよ。あ、よかった。鉄鉱石だ。ってことは、 あれ要求されないぞ。大地の決勝だ。よかった。ありじゃねえ。もうそれだけで神を、わおよし。ギアナ刈りまくろ。そして陣妖岩で備えます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。盾に関しては、ちょっと、ワンチャン修正してくれないかな。ノックバックショー。で、ダメージ無効ぐらいにはしてほしいです。正直。よろしくお願いします。